ュース、このお題で5分間スタートです。はい、そのニュース速報で言うことか。どんなニュース？速報です。父の背中は気づくと小さくなっているものです。そのニュース速報で言うことか。どんなニュース？速報です。いつ速報タイム、速報タイム終了。そのニュース速報で言うことか。どんなニュース？速報です。ありがとうは言えば言うほどいいです。いいですね。ネガティブ野球部でありそうなことはこのお題で5分間スタートです。ネガティブ野球部でありそうなことは、直接触ったら病気になるんじゃないかと思って誰も甲子園の土を拾わなかった。はい、ネガティブ野球部でありそうなことは、過呼吸と手の震えの二刀流。はい、ネガティブ野球部でありそうなことは、マネージャーが全員分の毛布を洗っている。やることがないとネガティブなことを考えてしまうので、外野になった生徒から心を病んで。すごい。この高速道路最高。どうして？この高速道路最高。どうして？ ETC カードが挿入されていませんが、今回は特別に。この高速道路最高。どうして？うわー、走りながら窮屈変えんじゃん。この高速道路最高。どうして？ところどころにジャンプしやすい坂がある。この高速道路最高。どうして？料金所の人がこう特別にジャンクションっていうくしゃみをしてはい、この高速道路最高。どうして？クソゲーみたいな分岐点があった。この高速道路最高。どうして？隣を織田裕二が免許がないと言いながら爆走している。裏社会のドラッグストアでありそうなこと。裏社会のドラッグストアでありそうなこと。なんか入り口で見たことないマーブル模様の像がいる。裏社会のドラッグストアでありそうなこと。ロゴマークのカプセルに開けて閉めた痕跡がある。行きましょう。裏社会のドラッグストアでありそうなこと。プライベートブランドで同じ効き目でちょっと合法なやつが売ってる。裏社会のドラッグストアでありそうなこと。なんかマスクありますかって聞いたら、そのこっちの方のマスクは。遊園地で流された嘘みたいなアナウンス。5分間スタート。はい、遊園地で流された嘘みたいなアナウンス。ピンポンパンポン、ハンター100体放出。はい、遊園地で流された嘘みたいなアナウンス。60歳の江川卓くんが迷子。遊園地で流された嘘みたいなアナウンス。チュロスに毒が入っていました。遊園地で流された嘘みたいなアナウンス。風が止んだ、楽しめ。遊園地で流された嘘みたいなアナウンス。観覧車付近で大きめのネジを見つけたお客様。遊園地で流された嘘みたいなアナウンス。当園18時になりますとかなり目にダメージのくる光り方をいたします。はい、遊園地で流された嘘みたいなアナウンス。ただいまパレードの前を柔道部が通過。はい、遊園地で流された嘘みたいなアナウンス。フードコートで消しゴムを置いて席を取られてるお客さん。このメイド喫茶治安悪いな、何があった？このお題で5分間スタートです。このメイド喫茶治安悪いな、何があった？萌え萌えキュン、おいしくなれ。何があった？美味しくなる魔法だと思ったら首が90度傾く魔法だ。このメイド喫茶治安悪いな、何があった？萌え萌えキュン、美味しくなれ。なんで？はい、このメイド喫茶治安悪いな、何があった？揺れるフリルから16口径が載せられた。はい、
このメイド喫茶治安悪いな、何があった？メイド全員が外に出ないで育った。全員空腹すぎて食事のことで頭がいっぱいの結婚式5分間スタート。空腹すぎて食事のことで頭がいっぱいの結婚式。最初からニュートニュート。頭がいっぱいの結婚式。パパパパーン、パパパパ。食事のことで頭がいっぱいの結婚式。新郎新婦は辞める時も健やかなる時も中華の口の時も。食事のことで頭がいっぱいの結婚式。それでは新郎新婦、ただいまより次回のキスのテンポラを。食事のことで頭がいっぱいの結婚式。あのフラッシュモブのふりをしてみんなで急に食べ出した。食事のことで頭がいっぱいの結婚式。あの招待状で大盛りと小盛りから選ばされた。批判が殺到した、正義のヒーローのグッズ5分間スタート。批判が殺到した、正義のヒーローのグッズ。俺たちは正しい命を歓迎するぜ、ジャスティス避妊薬。やばすぎる。感が殺到した、正義のヒーローのグッズ。日曜の8時半しか鳴らないアラーム。感が殺到した、正義のヒーローのグッズ。俺たちのポップアップストアができました。日曜の教会の隣に集合だ。はい、批判が殺到した、正義のヒーローのグッズ。なんと俺たちジャスティスヒーローのグッズができました。普通にベニバンだぜ。半魚人と3年付き合ってみてどうでしたか。3年付き合ってみてどうでしたか。1年ごとに上魚、下魚、上魚のローテーション。半魚人と3年付き合ってみてどうでしたか。どうなるかっていう好奇心で子供が欲しい。半魚人と3年付き合ってみてどうでしたか。あの別れてから LINE のアイコンを半分黒に仕上がりました。半魚人と3年付き合ってみてどうでしたか。この前家に役所の人が来て、どうやら届け出が必要だったらしい。半魚人と3年付き合ってみてどうでしたか。ようやく傘立ての森に見慣れてきた。あ、そこがさ、そこですよね。はい、ただ失礼なだけの医者。東大で5分間スタートです。ただ失礼なだけの医者。はい、田中さん、何歳ですか。88歳です。もうだね。ただ失礼なだけの医者。大変申し上げにくいんですが、ガンが2つありました。ガンズです。ただ失礼なだけの医者。心臓の音がネズミみたいです。ただ失礼なだけの医者。いや、もう手術していただいても我々が得するだけなので。ああ、はい、今日も来ましたね。どうせ明日も来るでしょう。曜日感覚とか残ってますか。カレンダー出しときますね。ただ失礼なだけの医者。あ、先週も来てたんですか。あ、なんかデータが消えてたみたいです。なんでやろうね。はい、ただ失礼なだけの医者。 It's stage 4。 そんないいもんじゃないんだよ。ただ失礼なだけの医者。お前が使った安ゴムによる病気なんですが。最悪。はい、公共の場に置いてあるピアノでそんなことするな。5分間スタート。公共の場に置いてあるピアノでそんなことするな。査定の練習。はい、公共の場に置いてあるピアノでそんなことするな。エビの置き場にした。公共の場に置いてあるピアノでそんなことするな。ジュース休憩。公共の場に置いてあるピアノでそんなことするな。ピアノ休憩。公共の場に置いてあるピアノでそんなことするな。ほう、四角いハグをした。公共の場に置いてあるピアノでそんなことするな。ジュースの査定。
ぬるぬるそんなことするな。ちょっと一息、メゾピアノ休憩。東京の場に置いてあるピアノでそんなことするな。ドレミファソラシドのシール貼るみたいに、ここから私有地って書いてある。東京の場に置いてあるピアノでそんなことするな。1本80ミリメゾピアノジュース。だから公共の場に置いてあるピアノでそんなことするな。子供連れてって、子供の中でピアノは外のものという意識を持たせる。公共の場に置いてあるピアノでそんなことするな。壊しシェンド、だんだん壊す。はい、まずいけど義理人情だけで繁盛している居酒屋、5分間スタート。まずいけど義理人情だけで繁盛している居酒屋。おう、やってる。うん、やってるだけだけどね。義理人情だけで繁盛している居酒屋。リニューアルして唯一の取り柄である風情を完全に消してしまった。まずいけど義理人情だけで繁盛している居酒屋。あ、じゃあこの会計つけといて。覚えきれるかな。まずいけど義理人情だけで繁盛している居酒屋。たまにクラウドファンディングやってこの街に残ってる義理の量を測ってた。無駄が多すぎる寿司屋どんなの、5分間スタート。無駄が多すぎる寿司屋どんなの。へい、椅子を待ち、アイオン、おしぼり。無駄が多すぎる寿司屋どんなの。うん、うんってこう、親指と親指で握ってる。はい、無駄が多すぎる寿司屋どんなの。回転寿司を後転だけじゃなくて、こう自転もさせていって。はい、お受験で重労者小学生が周りから気を使われていること。重労者小学生が周りから気を使われていること。10歳になった時に2分の1プラスマイナス1成人式をやってくれた。重労者小学生が周りから気を使われていること。違う小学校に選挙に行かせてくれた。重労者小学生が周りから気を使われていること。まあその笑い飯みたいなことだもんな。はい、リーゼント。何があった、5分間スタート。リーゼントにしといてよかった。何があった。あの電車にそこにリーゼント置いたらゆっくりできるへこみが。リーゼントにしといてよかった。何があった。フランス革命の時期にタイムスリップしてしまって、ギロチン処刑人がここを切って満足した。にしといてよかった。何があった。お客様の中にリーゼントの方はいらっしゃいませんか。ごまきさんがエッチしたいとのことです。リーゼントにしといてよかった。何があった。あのリーゼント割がある店で6300円得して、リーゼント代5800円かかったんで500円得しました。リーゼントにしといてよかった。何があった。リーゼントと合わせて2回心を切ること。しといてよかった。何があった。面倒な手続きを役所の人が自発的に代わってくれた。リーゼントにしといてよかった。何があった。ぴったりの人がいた。はい、リーゼントにしといてよかった。何があった。うんうん、それはもう悲観が悪いね。じゃあリーゼント入れるね。今の世界で流行っている人間を使ったギャンブルどんなの、5分間スタートです。人間を使ったギャンブルどんなの。1位の馬にかけた人にかけた馬がお金をもらえる。人間を使ったギャンブルどんなの。競馬と全く同じ、人間が 2000m 走るってやつをやってるんですけど、時間もかかるし途中から逆転が一切起きない。人間を使ったギャンブルどんなの。なんか俺がプロポーズ失敗して喜んでる馬がいるんだけど。人間を使ったギャンブルどんなの。さあ、張った張った、超か、ヒヒンか、ヒヒン、ヒヒン、ヒヒン、超、ヒヒン。人間を使ったギャンブルどんなの。左右から人間と人間を投げてぶつけて、どっち寄りに落ちるか。人間を使ったギャン
間を救うときはまるどんどん人間、人間、人間レシーフ。はい、人間を使ったギャンブルどんなの。あ、今日も全部すっちまった、ヒヒン。あーって、なんか人参のヘタが一個だけ落ちる。人間を使ったギャンブルどんなの。馬チンポを出して何人王と言うか。人間を使ったギャンブルどんなの。サラブレッドの人間を作ろうとして近親相姦を繰り返した結果、ハプスブルグ家ぐらい血友病が蔓延した。流行ってる人間を使ったギャンブルどんなの。万歩を出して何人王というか、馬チンポギャンブルが流行りすぎても万歩というようになった。もうね。人間を使ったギャンブルどんなの。ホースという架空の通貨でやっているということにしている。人間を使ったギャンブルどんなの。完全に舐められてるんですけど、人間の前にお菓子が吊るされている。やってる人間を使ったギャンブルどんなの。貧人というとんでもない呼び方をしている。怖い響きだな。恐竜みたいなおじさんについて教えてください。このスタートです、お願いします。恐竜みたいなおじさんについて教えてください。化石で見つかった。恐竜みたいなおじさんについて教えてください。大型新人の到来で絶滅した。恐竜みたいなおじさんについて教えてください。進化して普通のおじさんになる。恐竜みたいなおじさんについて教えてください。何日か前からいなくて歯だけ見つかった。大企業の面接官を興奮させてください。お題提供ゆうとさんということで5分間スタートです。大企業の面接官を興奮させてください。ガチャ。どうも、潤滑ゆ太郎です。大企業の面接官を興奮させてください。あ、じゃあ潤滑ゆ太郎さん。じゃああなたを他のものに例えると何ですか。私は、皆さんをうまく回す歯車です。潤滑だよ。潤滑だよ、お前出してんの、お前。大企業の面接官を興奮させてください。僕の長所は、宇多田ヒカルと同じ小学校に通っていたことです。人に頼んだ、お前。大企業の面接官を興奮させてください。株式会社三井住友銀行様、あたがた今前株だと思うんですけども、私が入った暁には三井住友株式会社銀行初めての中株を実現しました。前株しろよ。大体大企業の面接官を興奮させてください。すいません、遅れてすいません。あの、実は本当に途中でおじいちゃんを助けてて本当なんです。どうか面接を受けてください。その学生さん、受けさせてくれやりなさい。え、もしかしてあなたは。そうだよ、私はこの会社の社長じゃ。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとう、バリバリバリ会長です。当たりと書いた棒を引くと、この町から出て行かなければならない。逆駄菓子屋について教えてください。まずい球。え、逆駄菓子屋について教えてください。またドラッグストアが潰れて駄菓子屋になった。そんなわけないよ。逆駄菓子屋について教えてください。入り口に返しがついちゃって子供が出られなくなってる。逆駄菓子屋について教えてください。風船ガムがこっちに膨らむんじゃなくて中側に膨らんでめちゃくちゃ問題になってる。死んだ死んだ。キモい農家どんなの。あ、すごいシンプルな。キモい農家どんなの。真っ暗な闇を切り裂くキレイコペンを求めて農場中にモロハの革命が流れている。キモい農家どんなの。どうだけ日焼けしてる。キモい農家どんなの。知らないウリだ。チューしたすぎてわけがわからなくなってる中学生カップル。お題的天海さんということで、チューしたすぎてわけがわからなくなってる中学生カップル。数学の点数が上がるコツ、俺の唇にあるよ。はい、チューしたすぎてわけがわからなくなってる中学生カップル。コンドームが頭からかぶってる。チューしたすぎてわけがわからなくなってる中学生カップル。おかん、おとん、今からチューするかん、見ててくれ。おらんわ。注意したすぎ
わけわからなくなってる中学生カップル。かおりちゃんはお父さんの時どうやった？注意した席でわけわからなくなってる中学生カップル。水平リーベチュッチュッチュー。全然覚えられないね。中性カップル。先にこの前安なときのプリント。さっきね、中学生としての仕事をしよう。注射すぎて余計分からなくなっている中学生カップル。お互い爪を切った。立てこもったマッチョを説得してください。お題提供、メカッピさん。立てこもったマッチョを説得してください。その筋肉出られないんですか？立てこもったマッチョを説得してください。と言われてた鶏肉ちょっとなくってファミチキでいいです。ダメ立てこもったマッチを説得してください。鍛えたとこ見たい。出てくるかも立てこもったマッチを説得してください。お願い、もう一回だけ食べたいな、あなたの作る味のない肉。そんな言い方してやった。立てこもったマッチを説得してください。ピンクのバナナありますよ。見たいかも。あ、高速すぎるプラネタリウム、どんなの。あ、なるほど、高速すぎるプラネタリウム、どんなの。あ、後ろ倒していいですか。あ、すいません、見逃しちゃいましたね。どんなの。高速すぎるプラネタリウム、どんなの。プラネタリウムはちょっと大塚愛のプラネタリウムのことで、早っ、10秒でなんか2周歌えた。早っ高速すぎるプラネタリウム、どんなの。なんで小さい頃の俺が。高速スキルプラネタリウム、どんなの。プラネタリウムのエンドロールの後になんかアインシュタインに敬意を表してとか勝手なこと書いてある。はい、関係ないやろ。この夏フェスアホが作ったな、どうしてそう思った。この夏フェスアホが作ったな、どうしてそう思った。1日目のヘッドライナーがワニマで、2日目が湘南の風で、アホの曲ばっかりだった。おい、バリでも出てんぞ。この夏フェスアホが作ったな、どうしてそう思った。ビートルズにオファーを送ったんですけど、リンゴスターだけ来た。フランスフェスアホが作ったらどうしてそう思った。全ステージの全時間にベッキーがいる。どうするどうする。フランスフェスアホが作ったらどうしてそう思った。山下達郎にマックスのライドオンタイム歌わせた。やってんねん、なんでよ。フランスフェスアホが作ったらどうしてそう思った。ライオンの格好した細野晴臣が見てくれる。ゾンビ大学の塾でありそうなこと。ゾンビ大学の塾でありそうなこと。積分を知ったゾンビが一瞬人間に戻った。ゾンビ大学の塾でありそうなこと。塾の前に死んだやつの名前が貼ってある。よかったやつの名前貼れよ。ゾンビ大学の塾でありそうなこと。日記が残されてたんですけど、かゆむずって書いてある。かゆうまじゃなくて、難かったんや問題が。ゾンビだらけの塾でありそうなこと。みんなハチマキしてるんですけど、日の丸のせいでヘッドショットしやすい。遊んでないかいやから。じゃんけんで全てを決める世界でありそうなこと。じゃんけんで全てを決める世界でありそうなこと。秒台で5分参りましょう。じゃんけんで全てを決める世界でありそうなこと。最初はグーでいくか、署名を交わしましょう。じゃんけんで決めろ。じゃんけんで全てを決める世界でありそうなこと。全部この手で勝ってほしいという願いを込めて娘にチョキと名付けた。じゃんけんで全てを決める世界でありそうなこと。もう人生を決める大勝負でもう緊張しすぎてトゥースをしてしまった。失格。この道でねえから。じゃんけんで全てを決める世界でありそうなこと。政治家の手がボロッボロになってサザエさんは毎週フジテレビの偉い人に勝っているので日曜18時台を守っている。じゃんけんで全てを決めますか。そんなこと。その志村けんのウィキペディアの代表作に最初はグーアインなど。まず最初はグーや。じゃんけんがすごいんやからだと。じゃんけんで全てを決めますか。そんなこと。神様、この子の手だけは、足とか全然いらないんで手だけは。じゃんけんでいいからね。天狗部長の困った日常。天狗部長の困った日常。目上の天狗と接するときは鼻を下に持ってたくらいみたいな。なんでや。このマンション絶対ラッパー住んでるな、どうしてそう思った。お大臣ピーナッツさん、マンション絶対ラッパー住んでるな、どうしてそう思った。お皿を水平に置いて洗う。このマンション絶対ラッパー住んでるな、どうしてそう思った。大家さん。
大家さん、大家さん、絶対ラッパー住んでるな、どうしてそう思った。ダメだ、タワマンやっぱ高いわ。歌も強いわみたいに。これまず絶対ラッパー住んでるな、どうしてそう思った。歌丸二号室。ライブスターの歌丸二号室。これまず絶対ラッパー住んでるな、どうしてそう思った。このマンション絶対にラッパー住んでるよ。あの、めちゃイケとか出てたあのラップ少女、ラッパー住んでるとか以前にラップ少女の成長をずっと止めてるマンション。あのままお金もあのままいてもたよ。このマンション絶対ラッパー住んでる、どうしてそう思った。ディスがエントランスに貼られる。やめてください。このマンション絶対ラッパー住んでるのはどうしてそう思った。候補杉並ダンジョン。アリセルダンジョンみたいに。この場所絶対ラッパー住んでるな、どうしてそう思った。部屋の間取りが正方。